宇和町宇野町宇和町宇野町は愛媛県西予市にある重要伝統的建造物群保存地区である。宇野町は市内宇和地区の中心地で、幕藩時代は宇和島藩の在京町として栄えた。この地は戦国時代には西恩寺市の支配下にあった。西恩寺市は地区北方の山上にある松葉城を居城としており、 宇野町はもともと松葉城の城下町であった。西恩寺氏は後に居城を、肘川の対岸の山城の黒瀬城に移したが、宇野町は引き続き城下町として存続した。廃城後は在京町となり、四国八十八ヶ所札所の赤石寺の門前町、宇和島街道の宿駅としての性格も持つようになった。当初の宇野町は現在地よりも南西にあり、 現在地に移ったのは慶安4年と伝える。近代になって、宇野町駅の開設や国道56号の開通に伴って町の中心が南方へ移動したことにより、宇野町には伝統的建造物が良好に残されることとなった。町内には江戸中期から昭和初期までに建てられた商家が並び、白壁、宇だ出荷市といった伝統的な美しい町並みが続いている。 保存地区の中には、国の重要文化財である、海明学校、四指定文化財の末見つけ住宅、鳥居門、大正期の建築である宇野町キリスト教会がある。2009年12月に、全国で86番目の重要伝統的、建造物群保存地区として選定された、宇和町宇野町宇和町宇野町の位置。ありがとうございます。